小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。天一天上の機関やね。方位を司る神さんが天上に登っとる境に全方位が基地。代わりに降りてくる神さんは綺麗好きや境にお掃除しとったらええことあるとも言われとるよ。スポーツの日やて。スポーツに親しみ健康な心身を培う日らしいわ。六曜は大安。大いに安し万事安らかにことが運ぶ。今日の絵とは日の絵猿。日の絵が陽の日、猿が陽の金やさかいに音陽五行の流れは火は金属を溶かすいうことで相克、物事が順調にいかへんいうけんよ。まあざっくり暦の注釈言わせてもうたけんのも、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたね。